皆様こんばんは。本日はようこそお越しくださいました。大変爽やかな5月の今宵にソ連からの音楽のお客様をお招きいたしております。運河と白夜とそして芸術の都でありますレニングラードから初来日いたしましたアンドレーフ記念国立ロシア民族オーケストラの大変素晴らしい演奏をお楽しみいただいております。このオーケストラは革命前のロシア帝国の首都ペテルブルグ、現在のレニングラードにあたりますが、今から約100年前の1888年に誕生いたしました。創立者のアンドレーフはロシアの代表的な民族楽器バラライカの名演奏家で、多くのレパートリーを創作いたしまして、バラライカの合奏団としてスタート、そして次々と民族楽器を改良いたしまして、現在のこのような素晴らしいオーケストラに発展させております。今夜は指揮者のドミトリー・ホフロフさんをはじめ、皆さんこのコンサートを大変楽しみにしていらっしゃいました。どうぞ皆様もごゆっくりとお楽しみくださいませ。ただいまお送りいたしました曲をご紹介しましょう。本日まず第1曲目、アンドレーフ作曲ポロネーズ1番、そしてロシア民謡から行商人の2曲でした。引き続きまして、レニングラードの2つの劇場での首席ソリスト、ソ連国内ではもちろんのこと世界各国でご活躍なさっていらっしゃいますスベトラーナ・ボルコワさんの大変美しい歌声をお届けしてまいりたいと思います。まずブドウ色のショール、黒い瞳の、そしてもう1曲、黒い瞳のコサック娘、以上3曲お楽しみくださいませ。
人生の並木道いかがでしたでしょうか。遠い昔を思い出された方、また遠い故郷を思われた方いらっしゃるのではないでしょうか。大変美しい歌声で私たちの日本人の心の奥底まで染み渡るんじゃないでしょうか。引き続きまして、オーケストラをバックにいたしましてバラライカの演奏に、移りたいと思います。ロシアの民族楽器は素朴な中にも大変豊かな音楽性を持ったものがたくさんございます。特にバラライカは大自然の、表情ですとか民族の哀歌などを詩情豊かに表現いたします楽器として世界中に知られております。このバラライカの演奏でカマリンスカや民衆の攻めを背負いて、王と愚痴を、そしてグースリと申します大変ハープによく似た楽器、バヤンと申しますアコーディオンに似た楽器の演奏でバルイニア、以上4曲続けてお楽しみくださいませ。
今お送りいたしましたバリーニャの中では、ロシアのおばさんは頭が良くて気立てが良くて力持ちと歌っていたのだそうです。さて引き続きまして、第一部最後の曲、ロシアの楽しみという曲をお届けしたいと思います。ロシアの民族音楽には3つの楽しみ方があるそうです。まず一つは楽器を指でつま弾きまして音の遊びを楽しむペレボリー。そして二つ目は腕を組みまして輪を作って踊りたくなるようなメロディーを奏でますハラボット。そして三つ目は親しみやすいメロディーを何回も何回も繰り返しますナイグリッシュ。次の曲はこの三つの楽しみを味わうことができるそうです。また大変ユニークな楽器も登場いたしますので、どうぞお楽しみくださいませ。
ただいまお送りいたしました曲は道化師の踊りと、クマンバチの飛行でした。続きましてボリショイ劇場のソリスト、そして、各国のコンクールで大変素晴らしい成績を収めていらっしゃいますグレップ・ニコルスキーさんの歌をお楽しみいただきたいと思います。まずおなじみのステンカラー人、ピョートル街道に沿って、そしてもう一曲アーナスターシャ、以上3曲続けてお楽しみくださいませ。
Поцелуй.
続きましてオーケストラの演奏をお楽しみいただきたいと思います。まずファランドール、ドクトルジバコよりララのテーマ、そして木琴ソロが加わりましてホールスタッカート、格好時計、以上4曲お楽しみくださいませ。
楽しく過ごしてまいりました。本日のコンサート、残るプログラムはあとわずかとなってしまいました。ご紹介してまいりましょう。まずオペラ、天使たちの街より、序曲、そして最後の曲はヨハン・シュトラウスのトリッチ・トラッチ・ポルカで楽しく締めくくりたいと思います。